ちゃんちゃんと今回プランクの曲げ方をやります。翼のスパークランクを2センチとし、これ翼がつきます、ここにとした場合、これぐらいの感じでいきます。クランク調の決め方もほぼスパークランクの半分、それを多めにしたり少なめにしたりして飛び方を調整します。それでブリッジ調、これはまだ僕も計算の仕方が分かりません。誰かこの計算の出し方が分かる人を教えてほしいです。それでまあクランク調というのはこのスパーの大体スパークランクの半分で取ると羽ばたき角が60度ぐらいになり、まあ平均的なもんです。だからそれから1ミリ足して羽ばたき角を大きくするとか、そういうやり方でやっていきます。それでクランク曲げる前にベアリングに通してゴムかけ作って曲げておきます。ここから始めます。チャンチャランチャ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 ンと、まず第一直角に曲げます。それからクランク調測って、まあこの場合ちょっとあんまり測ってそれで曲げて曲げます。曲げ方はですね、最初はもうこの図の通り曲げてほしいですね。それから曲げてからここの部分にねじりを入れて曲げて最後クランク仕上げをするので、この通り曲げてから最初していきます。それでここでもう第一クランクができました。第一クランクできたらもうパッパッといきますよ。ブリッジ調を次測ります。ブリッジ調を測ってまあほぼ4ミリ、これ測ってください。こうしてこの絵の通りにしていきます。ちょっと今歪んでますけど、ほぼこの図の通りにちょっとピンとか曲げて、ちょっとだいぶ歪んどるけど曲げましたと。そして次この通り自分でまずこれを第二クランクのところまでプライヤーで挟んで、あ見えてない、必死になってプライヤーで挟んで第二こことここのクランクが曲がらないようにここの角を持ってこういきます。7の反対の数字、反対の数字は反対から見たような感じでこう曲げ上げます。これで上がりなんですけど、平面でこの図の通りに曲げたものをここの第二クランクのところでねじって、言うたらここ第二クランクをねじってこうねじって言うたらこういう形になります。それでまあこれちょっとあれですけど透けて見えるから
これが出来上がりのいう形ですね。よく言った7の反対から見た感じに見えるし、これということですね。これ平面ねじりで曲げる、こうということです。分かったかな。